こんにちは、相馬市の県民リポーター常世田です。今回はこちらをまずご覧ください。いちご狩り、いちご狩り、いちご狩り、いちご狩り。相馬市内のあちらこちらで見られるこの看板、気になりませんか？それではちょっと行ってみましょう。というわけで伺ったのは相馬市和田にあります和田観光いちご組合さんです。風が冷たい朝ですが、朝早くからお客様が詰めかけています。直売所には朝摘みのみずみずしいいちごが並んでいます。開店と同時にお客様がたくさん、次から次へといちごを買われていきます。これ人気の秘訣は何ですかね？味だけかな。我々の俺この品種だからもうそれはもうレジタル違いだな。新鮮だ、調子だ、光がある。こちらのハウスではいちご狩りが。美味しそうですね。和田観光いちご組合さんのいちご狩りは今が旬、5月いっぱいまで楽しめるということです。いちご狩りの後は浜の駅松川浦でお買い物。普段私はここで店長をやってます。ぜひ相馬に遊びに来てください。お待ちしてます。